今日は慶応大学の学生の守さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。今日はですね、彼がそのイスラムとね、もしくはムスリムとどのように最初出会ったかについてお話をしていただきたいと思います。はい、はい。きっかけはどんな感じだったんですかね。まあ、僕がよく言っているのは、そのイスラムの世界観に惹かれたっていうことはありますね。はい、僕もいろんな国の人と交流する中で、はいはいはい、やっぱりその言語も違うじゃないですか。うんうん、で、それで、でもムスリムって、アッサラムアレイクムっていう、はい、あなたの上に平安があれっていう風な言葉から、ね、はい、どこの世界の人とも、うん、世界18億人の人ともつながれるっていうところが、はい、まずそのすごいなっていう風に思ったことと、あとはその今教育とかも、はい、教えられる知識とかも全然違うじゃないですか。はいはい、でも、ムスリムってまず、みんなの基礎知識として、うん、クルアン、聖典のクルアンであったり、はい、あと預言者の 言動を記したハディースがある、はいはい、それをもとに今自己解釈はしていくってなってるけど、うん、前提がそこにあるっていうことは、なんか個人的には、うん、そのすごい、なんでしょう、共感するというか納得できたところが大きかったと思います。おそう、じゃあクルアンとそのハディース、まあ、スンナを、はい、そのベースに持っていることに共感できた。そうですね、大まかに言うとそこで、まあ、もっとその細かくいくと、はい、多分僕がアメリカに行った時に、はい、アメリカもそのムスリム、モロッコ系アメリカ人の家庭に行ったのですが、はい、その家庭はムスリムで、はい、いろいろと言われることも全てそのクルアンに記載されている、うん、まあ、その人たちもアラビア語ができたっていうこともあって、はい、まずその何かやろうとか何か思った時にも、はい、まずアラビア語でなんかよくわからないことを言われてから、あ、英語が来たみたいに思って、でもクルアンってこういうふうに書かれてんだよって言われた時に、はい、あ、すごいロジカルなものなんだなっていうふうに思ったり、したことはありますね。うんうんうん、もう本当でもその回収のきっかけってっていう風に言うと、すごい限りないものがあって、いろんな僕の中でこれっていうものはないんですが、はい、まあ、ざっくり言うと、はい、世界観に惹かれたっていう感じです。ということで、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルに登録、高評価していただいたら嬉しいです。またお会いしましょう。 See you next time. イランリカ。アッサラムアレイクムワラハマトゥラヒワバラカートフ。